はい、9月の11日現在午後1時15分あの伊賀上の大滝大台の第二現場からあの富士山のようになっていた3月ですね、3月に富士山のようになっていた国土交通省近畿地方整備局からね、運び込まれたその残土、どうもこの名張市ね、ここにこの現場に持ってきたという情報で今日ね、ここの現場撮影に来たんですね。今ユンボ三大で整地しております。このように企画していますが、本当に広いところですね。このところにどうもね、この前にありますね、シティホール、つまり葬儀屋さんね、葬儀屋さんがどうもできるという情報なんですがね。ですから、名張西にシティホールっていうね、看板があそこに見えますね。この左の下が白で上がね、黒のシティホール、どうもここも葬儀屋さんですね。そしてここにね、葬儀屋ができるということで、これをね、あの残土、ここに運んできて入れたようでありますが、さあこのね、横が田んぼですね。今稲穂がね、見事に実っておりますね。今私はね、国道165号線このカメラの先が名張駅のあるところでね、近鉄名張駅、そして向かいにトヨタベッド、車屋さんですね、名張黒田店とありますね。さあこの中にね、このようにして約2メートルね、ありますね。稲穂がね、あの田んぼの稲穂がおそらく1メートルぐらいありますから、それ以上ね、この歩道まで、国道の歩道から私は今撮影しているんですが、ここにね、あの土砂、近畿地方整備局名張出張所発注の服部川木津川の残土ですね、違法に、つまり許可のないところに大量に残土を運び込んでいた。しかしこれは売れるからね、山のようにここに置いておけというね、このような指示を受けて山積みにして置いておきました。このような証言者が出てきたんですね。そしてその土を富士山が消えたことによりね、どこに持っていったのかなと調査していたところ、この名張市、名張西というところにね、今工事を行っていますね、整地を行っていますね。そしてね、高さをざっとね、見るところ、稲穂がちょうどこの土手よりね、ずっと下にありますね、実っていますね。ですから約2メーターぐらいは下になりますね。ですからここもね、2メーター、この田んぼだったらしいんですからね、この2メーターをね、この運び込まれた土砂でね、埋めている、ね、そしてこのようにね、工事を行っている、ね、ここがね、通報のあったあの第二現場からね、運び込まれた土砂の搬入先であることをね、ここだと思います。そして証言者にこの動画を見せて、間違いありませんとなればね、これを投稿しようと思っているんですね。さあ皆さん、本当にね、このようにしてね、業者、東電業者は仕事をしてね、いくらのね、会社ですから、しかしね、一度国土交通省からお金をもらった土砂をね、埋めた鉄地に持っていかずに、自分のところでね、不法にね、置いておいて、それをニーズがあったらまた売っている、そのようなね、情報が東海に届いているんですね。しかしここにね、ダンプ1台いくらでね、持ってきたかはまだ定かではありませんがね、ここまでね、伊賀上野から運んできたね、入れた場所がようやくね、東海に通報があって、探しあぐねて取ってきたところ、これですね、広いですね。ここで今三台のユンボが工事を行っていますね。さあこれがね、このようにして追跡調査ですね、私が今日も伊賀上野署へ行って、役所へ行ってね、
そしてなぜこのようなね業者にね延長許可願いを出しているということを聞いたのでね、開示請求をしておりますから、来週にはその書類もね私の事務所にね伊賀上野署農業委員会から届けますということを課長と面談先ほどねやってまいりまして、届くと思うんですね。そしてここにねこのように水路がありますね。ところが伊賀上野の水路、あったはずの水路がね2カ所とも消えている。本当にね無法地帯ですね。ここはまだねおそらく法整備、名張市はねちゃんと法のね施行のもとにねこのようにして工事が行われていると思うんですが、伊賀上野はね田んぼを改良すると言っておきながら、このようなねここのね河川の残土を山積みしていて、そして埋め立ての要請があったらねまたそれをそこまで運び込んでね、ボランティアではありませんからね、何がしかのお金を取ってね竜兵衛いくらでここにね持ってきたのではないかというね疑問がありますね。それではねこの動画をね通報してくれた人に見てもらって、ここですと確認取れたらこの動画を YouTube に投稿しようと思っております。それではねこの撮影を終わります。